北米トヨタは電動 SUV の BZ4X を今春に発売します。FF とオードが用意され多数の先進装備が魅力です。トヨタ初のバッテリー式電動 SUV。北米トヨタは新型電動 SUV の BZ4X を今春に発売する。バッテリー EV セグメントに新たな足跡を残すべく大胆でモダンなスタイリングと 先進技術を高性能プラットフォームに融合させたモデルだ。EPA 方式による航続距離は最大 400km となり、希望小売価格は42000ドル、526万円とのことだ。平均的な新車と比較し、5年間における燃料費を最大5000ドル、63万円削減することができるというトヨタは、 BZ シリーズをグローバルに展開することを予定しており BZ4X はその第一弾となる Beyond Zero を意味する BZ は人間中心主義に基づいて開発され単なる移動手段ではなくユーザーにとって革新的な空間を提供することを目的としているとのことだトヨタは2025年までに全世界で70車種の電動モデルを発売する 予定だ。そのうちこの BZ ブランドの名称を関するモデル7台を含め、計15台のベベ専用車を投入する。このポートフォリオは2050年までにカーボンニュートラルを達成するというトヨタの目標に向けたものだ。トヨタは今後9年間で700億ドル、8兆7000億円の投資を通じ、2030年までに全世界で250万台のベベ発売を 目標としているラブ4より一回り大きいボディサイズ新型 PZ4X では SUV らしい親しみやすさを残しながらユニークで未来的なデザインを与えているという都会的和立つオリジナリティとアウトドアに挑む SUV らしい力強さを兼ね備え多面的なライフスタイルに対応しているゼルとリミテッドの2グレードに FF とオードの両方を設定し 優れた性能と多様性を確保しているコンパクト SUV の中間に位置するサイズで全長はラブ4よりも 94mm 長い 4689mm ホイールベースは 160mm 長い 2850mm となっているダイナミックで未来的な美しさ BZ4X のスタイルはフロントからリアまで 流れるようなキャラクターラインが特徴だ。タイヤに向かって軸を低くし、ロングホイールベースらしいダイナミックなシルエットを目指したという、正面から見た時にはコーナーに重点を置き、未来的な美しさを表現している。その結果、空力的にも優れた外観となり、独特の表情をもたらしている。リアはテールランプとバックドア、それにバンパーを台形に組み合わせた。 インターロックデザインにより力強いスタンスを表現したとのことだ。ゆとりのある室内空間。コクピットはドライバーの視線とハンドルの操作性を考慮したデザインで新世代のモビリティを体現している。ベベ専用プラットフォームの採用により室内空間は広く取られ前後や横方向のゆとりを確保しているとのことだ。上級グレードには サテン調の素材を採用したほか、ダッシュボードの素材によっても差別化が図られている。また防音ガラスや風切り音低減機能により、外界から隔絶された静かな車内を実現する。固定式パノラミックルーフによる開放感も魅力の一つだ。先進のコネクテッド装備も多数。コネクテッドテクノロジーチームが設計した12.3インチのマルチメディアシステムも、 標準装備される。ユーザーは直感的なタッチ操作と音声認識でシステムを操作することができる。最新のドライブコネクトサービスは3年間のトライアルが含まれる。また標準で Apple CarPlay や Android Auto が利用可能だ。最大5台のデバイスに 4G 接続が可能な Wi-Fi コネクトを搭載し、ホットスポットとしての機能も備えている。さらにトヨタ社として 初めてデジタルキー機能を搭載し、スマートフォン上のトヨタアプリから車両のロック、アウンロック、スタートが簡単に行えるようになっている。スムーズで楽しい走りを実現。この BZ4X は専用の E t u n ンガプラットフォームが採用され、スムーズで楽しい走りを実現したという。FF 仕様で 201PS、オード仕様で 214PS を発生し、 時速 0100km 加速はそれぞれ7.1秒と6.5秒だ。大容量のリチウムイオンバッテリーを床下に搭載し、低重心と高剛性による俊敏な走りを実現したとのことだ。またトヨタ発となる X モード搭載、オードシステムにより、あらゆる環境で爽快かつ快適な走りが楽しめる。滑りやすい路面では回転している車輪にブレーキをかけて、 トラクションを高めるほか、雪や泥を払うようにタイヤを空いて滑らせることも可能だ。グリップコントロールと呼ばれるシステムは、路面状況に応じて、一定速度に保つことで悪路において、ドライバーがステアリング操作に集中できるようにしてくれる。EEV の利便性も確保。BZ4X の充電は 120V、240V、 DC 急速充電器など多様な選択肢が用意されている 6.6kW のオンボード充電器により自宅または公共の充電器で約9時間で満充電することができる新車購入時にチャージポイント制の家庭用充電システムを組み込むことも可能ださらに米国の EV4 が所有する全ての充電スタンドで1年間 無制限に充電できるサービスも付属する最新の運転支援システム搭載。トヨタの最新の安全パッケージであるトヨタセーフティセンス3.0を初めて搭載するミリ波レーダーと単眼カメラの検知範囲を拡大し、システムの能力が向上しているというプリクラッシュシステムも自転車やバイクに加えガードレールの検知機能が強化されている車線認識能力も向上し、 ドライバーのさらなる負担軽減につなげているとのことだ。さらにトヨタ社として、初めて開いたドアや降車した乗員と、後方車両との衝突回避をサポートする機能が付加、されている3年、または5万8 0 0 0トルの新車基本保証に加え、追加の5年保証や EV 駆動部品を対象とした8年、または16万キロメートルの追加保証を用意するとのことだ。